ソフィーナは、カオが発売する女性向け化粧品ブランド、ブルッセルに同名の投資会社がある。カオは1980年代から女性ユーザーを対象とした化粧品事業に着手するようになり、トイレタリー部門と並ぶ主力事業として成長を遂げている。1982年にソフィーナ登場。1994年にソフィーナオーブ登場。 2018年10月発売。以前発売されていたソフィーナ・ボーテのメイク落としと美容液洗顔料ソフィーナ・クレンズ、ソフィーナ・メイク落とし、ソフィーナ・クッション法洗顔料が統合、刷新された洗顔料メイク落としのシリーズ。2015年11月発売。東京都にオープンした顔直営のソフィーナやエストの情報発信拠点。 ソフィーナビューティーパワーステーションで先行発売。その後、百貨店のエストコーナーにも拡大し、2016年9月のビカツパームースを皮切りに、スーパーやドラッグストアのソフィーナコーナーでも取り扱われている。2010年9月発売。主に20代に向けた製品で、従来発売されていたベリボリー、裸の代替品でもある。2018年4月に、 全面リニューアルされた。2008年1月に発売されたブランド。主に30代から40代に向けた製品で、スキンケア全般を取り扱う。主に50代以上に向けたブランド。薬用スキンケアを取り扱う。2016年9月に化粧水、乳液、クリーム、UV 乳液がリニューアルに伴って、従来のグレースソフィーナからブランド名を変更。その後、 グレースソフィーナで発売されていた製品が順次製造終了となったことでソフィーナグレースへ完全移行された。なお、グレースソフィーナではベースメイクも発売されていた。スキンケアとベースメイクで展開する総合ブランド。一部取扱店限定。百貨店向けに発売されているブランド。発売当初より、 ソフィーナから独立したブランドで展開されていたが、2017年9月のリステージにより、ソフィーナのブランドへ移行され、ソフィーナの製品情報サイトにも掲載されるようになった。詳細はエストを参照。主に25歳から30代に向けたブランド。ソフィーナボーテの発売に伴い、取扱いアイテムは縮小傾向にある。40代以上に向けたブランド。 ソフィーナ・ボーテの発売に伴い、取扱いアイテムは縮小傾向にある。美白シリーズ。2013年8月発売。2018年4月にリニューアルされた。2020年3月に発売された部分用美容液ブランド美容液ブランド2008年9月に発売されたベースメイクブランド。プリマビスタとは、イタリア語で一目でという意味。 2011年11月に発売された主に50代以上に向けたベースメイクブランド。DEA とはイタリア語で女神という意味。ベースメイクブランド。2011年からラインナップを拡大しているメイクアップブランド。2008年12月にオーブクチュールが発売されたことに伴って2010年12月で一度販売を終了していたが、 2017年11月発売の製品のから再びオーブに戻された。詳細はオーブを参照。スキンケアファンデーション。ありがとうございます。